ヤンスタニスワフスキは、ポーランドの画家である、現在のウクライナのビルシャナで生まれた。1879年から1882年まで、ワルシャワ大学で数学を学び、その後サンクトペテルブルクの工科大学で1年間、学んだ。ワルシャワで、ボイチェフ・ゲルソンに絵画を学び、1883年には、クラックフの絵画学校に入学し、美術の道に進んだ。 1885年にパリに移り、カロリス・デューランのスタジオで学んだ。パリを拠点に、イタリアやスペイン、スイス、ドイツ、オーストリアを旅して修行した。1890年に、フランスの国民美術協会の展覧会に作品を出展し、1892年には、クラックフの絵画学校の展覧会に出展した。先輩のポーランド出身の画家。 ユリアン・ファートと共作でナポレオン戦争を題材にしたパノラマ画を描いた。1897年にクラックフの大きな会場で開く美術展を企画し運営を助けた。ユリアン・ファワートが校長になったクラックフ美術学校の風景画の教師になり、1900年に教授の称号を得た。テオドル・アクセント・ビチが作った女性のための美術学校などでも教えた。 1897年にシュトゥカという名前のクラックフのポーランド美術家協会の創立者の一人となり、後に副会長、会長を務め、協会の展覧会に多くの作品を出展した。1898年にウィーン分離派のメンバーになり、その展覧会に出展した。ありがとうございます。